中国の2012年度の国防費の予算が発表され、去年に比べ11.2%の増加となりました。中国の国会にあたる全国人民代表大会の李朝政報道官は、昨日、2012年度予算案の国防費が6702億7400万円、日本円にしておよそ8兆7 0億円になると発表しました。 前年度の実績と比べると11.2%の増加で2年連続で2桁の高い伸びとなります変わらず高い水準の国防費の増加の原因について報道官は従来どおりの見解を繰り返しました李報道官は 国防費の国内総生産に占める割合がアメリカなどより低いと反論していますが中国の兵器の研究開発費などはこの国防費には含まれていないという見方もあります。